キリンは三角が4つ、大きい三角2つ、それから小さいのを2つ書いてあげます。それをもとに顔のパーツを書き込んでいってあげましょう。使用しているのは水彩色鉛筆です。これは後で主線が消えるのでとても便利です。ある程度書き込んであげたら、水彩絵の具で体の色を塗っていってあげましょう。固形水彩絵の具は濡らした筆で使いたい色を拭うようにして使用します。最後は平筆で模様を描いてあげましょう。これでキリンの完成です。キリンはアフリカのサバンナに生息している動物で、長い舌を持ち、その舌で高い木の葉を巻き取って食べます。